寒さ対策として裏起毛のグラマラススパッツを下に仕込みました。めっちゃ毛玉だらけだけど、これマジでね、裏起毛であったかいからね、ね、スキニーの下とかにやったらすぐあったかいから、外でも寒くないはず、うん、だから公園に行きたいと思うんですけど、カバンの中身をさっと紹介したいと思います。このリュックにゼンのミルクセット、お湯とね一緒に入れたやつと、でおしゃぶりでしょ、ゼンが眠い時よね。あとおむつ、帰りにもしかしたら買い物行くかもなのでエコバッグと、ゼンの着替えです。あとタオルが2枚とキーの水筒、そんな感じで行きたいと思います。約束をしたんでちょびっとだけ行きたいと思います。でね、ほらこういうまさけに借りたウルトラライトダウンを着てます。気をつけてよ。公園来ました。ゼン君は帽子、ふわふわの帽子かぶって、このケープをやっていい感じ、防寒対策バッチリです。こんにちは、ひーさん、楽しいですか、うん、よかったね、ギリ大丈夫だよ、ちょっと濡れてるけど、まあ大丈夫でしょう。ハロー、すごい、怖すんかーい。やっぱ違うのに遊ぶ。久々のモス、作りたくなくてモス来た、モス来てない、モスをテイクアウト。まさきは安定の照り焼きチキン、おいしい、うん、おいしい、うん、それバニラシェイク、あとで食べて、あとで飲んで。これ好きなんだよね、なんとかジンジャーエールシリーズ。あ、うまー。なんかストロー短くね、うん、そんなに俺が長くなってます。なんかチーズバーガーがいいよね、ヒーね、パパのチーズバーガー。じゃあ、明太ポテトマヨバーガーとチーズバーガー、チーズバーガー、4種のチーズバーガーとチーズバーガー、4種のチーズバーガー、ほらチーズバーガーやグラコロ、あー迷うな、グラコロが期間限定っていうことがあるから、グラコロが出た時はグラコロ、じゃあ期間限定じゃなかった、なかった場合チーズバーガーメインの、あ、気分変えよう、グラコロみたいな感じ。今からですね、なんとめっちゃ久々にまつげパーマしていきたいと思います。なんか今日ね全然する気なかったんだけど、したいなとは思ってて、なんかホットペーパーパッて見たら、なんとちょうど予約があって、まさきに聞いたらいいよ見とくよって言ってたので行ってきたいと思います。マジいつぶり、もうね美容室とかネイルとか、まあそのまつげ系とかもうマジで行ってなかったから、超楽しみ、超楽しみだ。お一人様、はい、行ってきました。まだ恥ずかしいことあって、4時18分にね
爆音でアラーム鳴っちゃって、しかもさ目をこうやって閉じてる感じ、あのテープで貼ってあるからマジで開けれないし、なんかあもういいですよみたいな感じでスタッフの方も言ってくれたんだけど、何のアラームなんですかみたいなのを聞かれたんですけど、もうまさかポケモンのレイドアワードってあるんだけど、レイドアワードの1分前とかマジ言えなくて、ポケモン GO のはずーと思って、あー何だったかな忘れましたって言ったポケモン GO のアラームとは言えなかったそんな感じです。独特すぎんか。Feel like we're far apart. Stripping down the mirror.